どうも皆さんこんにちは、和田次郎でございます。和田チャンネルのみ散歩をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よかったらチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いいたします。そして今回はちょっと見苦しいお願いの告知もさせていただきたいと思います。先日私のチャンネルにスーパーサンクスという機能が付与されました。この画像の下の方ですね、赤く囲った部分です。これがスーパーサンクスです。拡大するとこんな感じになります。ハートのマークのところですね。まあ多分これは Google のアカウントで YouTube を見てないと出てこないと思うんですが、これはどんな機能かと申しますと、なんと視聴者の皆さんが私に寄付をすることができるという、まあなんとも素晴らしいシステムなんですね。このハートマークをクリックあるいはタップしたりするとこんな感じになります。まあ、200円から5000円まで金額を選択したらカードの番号を記入することになります。まあ和田次郎に安いチューハイを1杯ゴチしてやる、まあそんな感覚で寄付の方をいただけるととても嬉しいですね。まあ何とぞ一つご寄付を賜りたくよろしくお願いいたします。以上、お目汚しお耳汚しの誠に見苦しいお願い告知でございました。まあね、私も必死なんですよ、すんません。さて、気を取り直して本編に戻りましょう。前回前々回に引き続き、私は神奈川県平塚市というところに来ております。今回は平塚市夜飲み編パート2ということになりますね。平塚市昼飲み編、そして夜飲み編パート1の動画をまだご覧になってない方は、動画の概要欄に URL を貼っときますんで、まあ、ぜひそちらからご覧になってみてください。今回最初に訪れたのは、私が通い慣れた平塚競輪場のちょっと南方向にある居酒屋さんです。まあそこで美味しい魚介類を魚に酒を飲もうと思ったんですが、考えてみたらわざわざ競輪場経由するのは遠回りでしたね。こちらがそのお店になります。夜飲み編パート21軒目はカラットさんです。カラットさんの場所はだいたいこの辺りになります。まあ平塚には駅前の飲み屋街にも美味しいお魚を食べさせてくれるお店はたくさんあるんですけれども、なぜ私がこのお店を選んだかと言いますと、お店の外に釣り丸という雑誌の表紙が貼られてたからなんですね。実はこの釣り丸という雑誌、かつて私が勤務していた出版社から出ている雑誌なんですね。それで勝手に親近感を抱いてしまって、こちらのお店にお邪魔することにしたんです。それじゃお邪魔いたします。お店の中はこんな感じになってます。夕方の開店が17時からなんですけれども、まあそのほぼ直後に行ったんですが、すでに常連のお客さんがいらっしゃいましたね。こちらのお店は釣った魚をさばいてくれるんですね。意外と少ないんですよね、そういうお店って。こちらが奥側から見た店内風景になります。壁にもね、結構メニューがずらっと並んでましたね。こちらが飲み物系のメニューになります。焼酎やら日本酒やらホッピーやら結構種類が豊富です。こちらがつまみ系のメニューになります。魚介類だけじゃなくもつ煮とか結構肉系も多いですね。え、これタチウオ？
でかいですね、今日も。でかいですね。これ半端じゃないですね。半端だ、本当だ。これはいいんじゃないですか。はい、じゃあ、タチウオはお刺身がいいんですか。焼きでも、刺しでも、焼き、刺し、あとはフライ、天ぷら、はいはいはい、できるんですけど、ええ、焼きが刺しでしょうね。じゃあ、刺しで。刺しでいいですか。ええ、ちょっと表面炙っても大丈夫ですか。あ、全然大丈夫です。はい、すいません、あと、はい、菅やっこ、菅やっこ、はい、これは菅港の菅から来てるんですか。地元の鰹節と、地元の海苔と、地元のしらす、しらす、はい、へぇ、港の近いからやっぱそういう港関係の人とかも来てくれて。あ、そうなんですか。はい、すみません、はい、ありがとうございます。どうですか。お醤油ちょっと少なめにかけて食べてもらうぐらいでちょうどいいんですけど。醤油ちょっと少なめね、はい。あの、しらすがしょっぱいから。あ、そうかそうか。平塚の菅港の美味しさがまとめて乗っかった菅やっこでございます。まあ絶対にまずいはずはないんですけど、やっぱり酒の魚にぴったりですね。はい、どうも。そして軽く炙ったタチウオが到着しました。タチウオの刺身ってあんまり食べる機会がないんですけれども、美味しそうですね。基本的にあっさりした味なんですが、甘みもあって、そして炙りの効果で香ばしさもあってですね、これ非常に美味しかったですね。すいません、この刺身向けシソサワーっていうのがいいですよ。ウォッカになりますけど大丈夫ですか。あ、大丈夫です。これ、スカサワーっていうの。これは何。あ、ウォッ、あ、ウォッ、あ、そう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 、失礼しました。頭悪くてごめんなさい。はい、すいません。はい、どうも。はい、どうぞ。シソサワーね。こちらが刺身向けのウォッカベースのサワーになります。さっぱりすっきり系の味ですね。生魚食べるときには向いてるんじゃないですかね。美味しくてね、シソサワーすぐに飲み干しちゃったんです。はい、どうも。はい、どうも。てなわけで続いてはホッピーシロを注文いたしました。こちらはランチもやってるんですか。そうですね、平日だけなんですけど。イレギュラーでやっぱりでっかいやつもあるんです。これよりもでかいやつあるんですけど、社長代って言ってもいい、必ず来ない。ああ、運があると。そうですね、常に出てる中ではこれが一番でかいです。そしてつまみはおすすめの天然ハマグリ醤油焼きを追加いたしました。これはなかなか貴重ですよね。そしてめちゃくちゃうまそうです。いや、抜群にうまくてホッピーともバッチリ合いました。
手すいたら、あの中身ワクチン打ってもなるじゃん。やっぱり釣りの好きなお客さんが多いんですか。そうです、そうです。あうち、あの持ち込みの展開やってみたいですね。はい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 、はい。県王道乗って、東京とか埼玉のお客さんとか釣りに来て、うちでさばいて食べて帰るみたいな、会社さんでみんなで来たりとか多いです。あまりやってないから、そういうの。はい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 、はい。で、そういうお客さんは、あの釣りの終わった時間に対応するようにしてるので、あの営業時間外で、営業時間じゃなくてもあらかじめそういう連絡があればやると。はい、はい、いいですね。茅ヶ崎と平塚っていうのはやっぱりちょっとイメージが違うんですか。俺茅ヶ崎って行ったことないですよね。ああ、相模川渡ると雰囲気が変わるんですか。なんか勝手なイメージだとちょっとおしゃれなイメージもある、ね、なんかね。ここだけ湘南じゃないって言われてちょっとなんか柄が悪いとかそういう感じですよね。平塚はね、あまたちょっと大磯もね、あ大磯はね、なんかまた、イメージがね、いや平塚本当にいい町だと思いますよ。続いては魚介類ではなく、これも看板メニューで大将おすすめの塩もつ煮を注文してみました。これまたうまそうですよね。これはね、私好みの味でしたね。すいません、はい、中身ください、はい。塩味なんで基本的にはさっぱり系なんでしょうけれども、もつがね、もつもつしてると言いますか、非常にね、力強いんですよ。いや、あまりに美味しくてね、一瞬のうちにスープまで飲み干してしまいました。はい、どうも。今日の味は油があるから美味しい。あ、油があるから美味しい。あ、そうですか。なめろう丼に合わせて今度は日本酒も注文してみました。いや、もうこれ美味しそうで、ご飯物ですけど十分酒の魚になりそうですね。大将のアドバイスに従って醤油はささずに味噌のみでいただいてみました。いただきます。ああ、うまい。もうあの全然醤油足さなくて全然いけると思う、うん。思った通り辛口の日本酒がよく合いました。そしてまたしてもあっという間に完食。これご飯普通盛りでも全然いけたな。どうもごちそうさまでした。どうもありがとうございます。はい、競輪の帰りに、どうもお騒がせしました。どうもすいませんでした。お騒がせしました。どうもすいません。ありがとうございます。ごちそうさまでした。美味しかったです。どうも。いや、カラットさん、いいお店でした。お料理が美味しいのはもちろんなんですが、大将が実にキップがいいというか、小気味良いというか、シャキシャキした方でね、
飲んでて非常に気持ちが良かったです。さすが釣り丸に紹介されたお店でありますよ。そしてアポなしで飛び込んだのにね、お忙しい中心よく撮影させていただきまして本当にありがとうございました。2軒目は平塚駅南口の小さな飲み屋街の中にあるお店をご紹介させていただきたいと思います。そのお店は夜飲み編パート1で取材させていただいたアンバータイムさんというバー、そのバーのマスターが推薦してくださった焼き鳥屋さんになります。ああさっきの小田井賀さんとかも、まあ、比較的新しい店だと思うんですけど、そうですね、はい、まだ行ったことないんですけど、あぜひ行ってみてください。すごく丁寧に焼き鳥が食べれる。ああそうなんですか。で安いですよ。ああ、この提灯が出ているお店になります。夜飲み編パート22軒目にご紹介するのは食べ飲みどころ穏やかさんです。穏やかさんの場所はだいたいこの辺りになります。こちらは店主さんが湘南の利き酒師ということで日本酒にもこだわったお店なんですね。いつものようにアポなしで飛び込んでみました。お店のドアには日本酒の線っちゅんですか、関東っちゅんですかね、それがたくさん貼られてましたね。それじゃお邪魔いたします。店内はこんな感じになってます。食材にもこだわってるみたいです。まあ繰り返しになりますけども店主さんは湘南の利き酒師であります。お店の壁に日本酒のラベルがびっしりと貼られてこれは圧巻でしたね。ちなみに店名の由来は穏やかという日本酒から来ているそうです。これはその穏やかのラベルになります。メニューはこんな感じになってます。ちょっと見にくいかもしれないんでアップ目でも撮っときました。日本酒だけでなく焼酎も揃ってます。季節のおすすめメニューも貼られてました。せっかくなんで日本酒いきますか、はい、なんかおすすめ、そうですね、ご覧ですか。そうですね、今日はとりあえず3本だけ開けてるんです、いつも。あ、そうなんです。ね、いつも3本だけ開ける。あ、傷んじゃうからじゃないと。そうです、酸化してっちゃってダメになるんで、はい、3本開けて空になったら次の開けるって形を取ってたんで。なるほど、はい。本日はこのカチコマ、ナオトラ、チューワイという3種類になってるんですが、あ、そう、僕は飲み歩いてる割に全く日本酒に詳しくないんですけど、いわゆる辛めの味というかどっしりした日本酒っていうのがカチコマ、はい、チューワイ、ナオトラというのはどちらかというと、華やかな香りとか、あ、飲みやすさが重視されてる感じになります、ね、はあ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 、
どっしりは好きなんですけど、どっしり最初飲んじゃうと、こっちではいけなくなっちゃうんで、先にこっち行って間違いないですね。じゃあ私、阪神ファンなんで、はい、トラコプス。なおとらいかぜひ。綺麗ですね、これは。アイヤマというお米を使ってまして、アイヤマというお米のなんかイメージカラーみたいなのがピンク色なんですよね。ピンクとかそういうのをよく使ってることが多くて。純米吟醸。そうですね。あ、これどこなんですか。これはですね、長野になりますね。長野。はい。ジュエサーね、はい。ちゃんとジュエサーが出てくるのがすごいですね。量としては120ミリで販売してます。120ミリ、はい、1杯、はい、1杯目はナオトラ愛山純米吟醸生原酒でございます。いただきます。はい、どうぞ。ああ、華やかですね。そうですね、華やかですけど甘すぎないみたいな、結構絶妙なラインをついてる感じがあって、僕が非常に好きですね。お口に合えばと思います。なるほど。おつまみはもちろん焼き鳥を注文したんですが、これが一本一本実に丁寧に焼き上げてくださるんですね。いきます。1本目、はい、どうぞ。からどうぞ。お願いします。初です。1本目に到着したのはハツでございます。これメニューにおすすめ印がついてたんですけれども、確かにうまそうですわ。うまいですねこれ。あ、ありがとうございます。味のこととか大丈夫ですか。あ、大丈夫です。じゃあそんな感じで出していきます。お願いします。とても美味しいですね。よかったです。お願いします。はい。あ、ね、2本目に届いたのは砂肝であります。美味しくするための仕事が施されてる感じがしますよね。この砂肝、こちらのお店独特の食感が味わえるんですわ。いいですね、砂肝も。ありがとうございます、ね。はい、あの、いろいろ改良に改良を加えて、今非常に良くなってるんじゃないかなと思ってます。うまいわ、これ。あ、よかったです。これはわざわざ切れ目を入れてるんですか。そういう。あ、そうですね。あ、あの、そうするとまたちょっと食感変わってきて非常に。そうですね。はい、失礼します。はい、切れ目の煮込みですと、はい、いやー、これね、いろいろな具が入っててボリュームたっぷりで美味しそうですね。すいません、じゃあどっしりしたやつ。どっしりでいきましょうか。富山の伝説。はい、カチコマという。カチコマ。はい、富山といえばこれっていう感じです。あ、そうなんですか。はい、非常に有名な。2杯目はカチコマ純米でございます。確かに酒って感じがしますね、これね。そうですね。もうその酒っていう感じが、うん、たまらないというか、多いです。
塩振ってあります、ね、このままどうぞ。塩振ってあるから、はい、食材にこだわってるだけあって新玉ねぎもうまそうですね。玉ねぎ美味しいですね。甘くてね、本当に。素材がいいですね。ああ。そして焼き鳥と言ったらやっぱりネギマは外せませんわね。これまたうまそうです。ここからはお酒は生レモンサワーにチェンジしました。いやネギマうまい。鶏肉も美味しいんですけれどもネギもこれ美味しいんですよ。ソ連が崩壊した直後にモスクワに行ったことがあるんですよ。あ、そうなんですか。それあれですか、その紙の媒体とかですか。まあまあちょっとまあまあひどいものでしたね、はい、いやそれでタクシーの運転手とかあのウォッカ飲みながらやってますからね。怖っ。ダー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 とか言いながら、ね、いや前向いてくれって言ったラッパ飲みですからね。でもうルーブルなんか通じないんですよ。みんなドルが欲しくてしょうがないから、よくこれでアメリカとね戦争しようと思ってたんだろうと。さらに大好物の手羽先です。まあ、これ食べなきゃ終われないですよ。いや手羽先って本当美味しいっすよね。続いてはお店の名物にもなっているつくねをいただきました。テラテラ光ってうまそうですな。月曜日なんかシャキシャキした歯ごたえがするんですけれども、それが何なのかがよく分かんなかったんですよね。これつくねに入ってる四角いこれは何ですか。あ、レンコンです。レンコンか、はい、分かんなかったそれでちょっと食感出して、あの食感出すと軟骨入れることが多いですけど、ちょっと軟骨が硬すぎてあんま僕好きじゃないんですよね。なるほどなるほど。ちょっとこの真ん中取ってって感じです。それって焼き鳥丼ですか。そうです、あのちっちゃい焼き鳥丼です。取らせてもらっていいですか。どうぞまだ来てますけど、ね、もう卵割っちゃえた。あ、いいです、いいです。うまいっすよ。ありがとうございます。よいしょ。どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。はーい、あ、気持ちチェック。あ、了解です。ありがとうございます。ごちそうさま。ありがとうございました。気をつけて。美味しかったです。またお願いします。どうも。いやー食べ飲みどころ穏やかさん、店主の方が細かいところまでこだわった実にいいお店でしたね。こちらはまだ開店して4年目ということで、まあ新しめのお店です。でもこういうこだわりを持った意欲的な新しいお店が加わってね、平塚の飲み屋街の層がどんどん厚くなっていくわけですよ。お忙しいところ撮影させていただきましてありがとうございました。さてさて腹はあんまり減ってないんだけど、次どこに行けばいいのかなって考えてた時に、夜飲み編パート1でお邪魔した角打ち田中屋酒店さんで常連さんと交わした会話を思い出したんですね。前は西向きに屋台があって、あ、今も屋台ありましたね。屋台見たんですよ。そう、あの屋台とかも気になりますね。なんかね。てなわけで屋台へ行くために平塚駅西口界隈に移動しました。
さすがに屋台で取材撮影は無理なんじゃないかなと思いながら、まあダメ元で営業している一番手前のお店に飛び込んでみたんですよ。そしたらあっさり OK が出ちゃいました。ありがとうございます。夜飲み編パート2、3軒目は屋台のジミーさんです。ジミーさんの場所はだいたいこの辺りになります。店内はこんな感じで、まあ屋台としては結構広いように感じましたね。若い頃に横浜駅西口の片平川沿いに並んでたおでんの屋台街で飲みまくってた私としては、屋台ってなんか懐かしい感じがするんですよね。こちらがメニューになります。飲み物は基本的に1杯500円になるんですかね。焼きそばや焼き鳥系のおつまみもあるみたいです。麦焼酎のソーダ割りとかできるんですか。はい、あ、じゃあソーダ割りください。今日静岡から来られたんですか。静岡って熱海よ。熱海でも 4,50 分だよ。よく競輪しに来てるから気がつくわ。はい、どうも。あ、なるほど。あ、これお通し。あ、はい、ありがとうございます。ここはあの店名はなんて言うんですか。ジミーです。ジミー、はい、カタカナでジミー。そうですね。いいんですか。あ、ジミーさん、はい、これちなみに麦焼酎は何ですか。おつな麦。おつな麦ね、はいはいはい。熱海の名前何やったかな。声優かなんかあるでしょ。あの声優じゃない、何やった。あ、マックスバリュー的なやつ、ね、あ、マックスバリュー、それちょっと下にさ居酒屋があるでしょ、立ち飲みみたいな。ね、そこのマスターが使ってる一緒。そこに行ってこれを見て、うちもおつなもみにしようっつっておつなもみにしちゃった。どうもどうも、いただきます。お疲れ様です。いただきます。これ何時から何時ぐらいまでやってる。大体普通の日は6時ぐらいから12時ぐらいまで。あ、土日とか祭日は5時ぐらいから。5時ぐらいから、はい。うちは定休日、水曜日だけは、木曜日以外は。あと雨ですね。雨の上お休みです。はい、雨降るとお休みなの。すごいですね、ちゃんと編集するんですね。いや、それは一応ね、ちゃんとっていうか、まあ、あ、見てんの今。はい、お客さん。ああ、どうもありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今も、あったかくなったんじゃない、おでんちっちゃいけど、まあ、本格的に、これだけはですね。あ、これね。はい。もう一つには早く取ってもらいたかったな、手に入ってたのにな。何ちゃんとしたやつに入ってたのに。あ、冬はね。冬はちゃんと。冬はね。ごめん。てなわけでおでんの卵と大根を注文しました。いや、見るからに味が染み込んでる感じがして、これは酒の魚としてはぴったりなんじゃないですか。はいよ、レースいてね。ああ、そうなんです。すいません、 YouTube かなんか。あ、 YouTube 僕も質問してください。ダメ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 。ニュースがダメ。もうすぐダメ。雰囲気が崩れるから。ダメなの。いや、雰囲気が崩れるから削除されちゃうからやめてもらっていいですか。すいません。はい、君はあのソーダ割りください。はい、はい、いや、いい声してるよ。俺もこういう声じゃないですか。なかなかあったことないですよ、こういうガラガラ声で。ああ、そうですか。やっぱいいな。最高な。そんなんで褒められたの初めてだよ。そうでしょ。ありがとうございます。そうでしょ。ああ、どうもどうもどうも。そうだよ、いいんだよ。いいんだよ。本当はカカオが高い方がいいんだけど。いいよ、かせればな。大好物の卵をいただいたんですが、もう正直かなり酔っ払っててですね、カメラを持つ手もおぼつかないというか、大根食べるシーンとか撮り忘れちゃいましたわ。すんません。
俺は自分で退学届書いてテーブルに叩きつけて書いて。卵も大根も美味しかったです。おじいちゃんおばあちゃんそこの俺は全然やってたからそこに頭下げて思ったああすいませんおかわりくださいどうぞで、くるちゃん負けんなこっちが負けん負けるはいどうぞ。ここはもうずっと屋台があったんですか昔から。もともとあったんですよ。ああ、もっと長くいっぱいあったんですか。いや、何人かしかない。でも昔からここら辺の飲み屋街だ。平塚すごかったですよ。飲み屋だらけで。ああ、そうなんだ。今より多い。もう銀座に負けない。いや、ほんとにそうだよ。世界、日本で。世界、日本で、日本で。お父さん、平塚しか飲み切れないからね。時に、どこ行っても飲み上がる。こんだけすごかったんだよ、平塚って。東京は仕事だけだけど。子供の柳町が、ちょっと変だった。ちょっと、これすごいいい話が出てきたよ。ネモさして。柳町って今のどこ？新宿ですね。柳町って今の牛丼すき家。牛丼のすき家さん。すき家あるじゃないですか。いや、俺わかんないまだ。今も柳町公園という公園が残ってるようなんで、だいたいこの辺りになるんですかね。まあいずれにしても平塚の遊郭は平塚駅西口の飲み屋街からちょっと西に行った方にあったようです。柳町っていうのがジョロ屋だったの。だから昔で言う、だから東京の人間が柳町の赤線とかなんかよくわかんないよ。吉原よりいい女がいたつって東京の人間がみんなそう思ってた。そういう街だった。すげえな。あもうなんかもう混んでいっちゃったから帰らないとな。多分歴史のある町かな。だあのスカスカって町があるの。あの港の方。さあスガ港のそうね。はい、あそこはモロッコの竜が来た人のところです。えマジですか。マジっすよ。モロッコの竜あのそう、あの人が来た港なんですよ。闇市とかもあったんですかね。でも昔はマーケットで、昔はここ行くじゃないですか。西口の駅降りるじゃないですか。あれを右に行って、で左にすぐ降りる。はいはい。あそこに屋台。のぞくんじゃねえぞ。でもね、この町はいい町っすよ。あいいですね。まあ独特の町ですね、やっぱりね。どうもごちそうさまでした。はい、はい、どうも。すいません、こんなうるさいお店で。いや、このね、もう2100円。ちょっと待ってね。あ、じゃあもらっちゃいますね、これ。ありがとうございます。いや、素晴らしいお店ですね。うるさいお客しか来ないですね。どうもごちそうさまでした。お邪魔しちゃってすいませんでした。もう楽しく、ものすごい楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に、はい、ありがとうございます。平塚駅西口の線路沿いにある屋台ジミーさん、お店の方も常連客の方も皆さん気さくでね、楽しい酒に酔わせていただきました。やっぱり屋台で飲むって素晴らしいですよね。お忙しい中撮影させていただきありがとうございました。そしていろいろと貴重なお話を聞かせていただきまして感謝いたします。平塚夜飲み編パート2の動画はこれにて終了であります。最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。平塚にはまだまだ行きたいお店がたくさんあるんでね、機会を見つけてまたこの街で飲酒取材をしてみたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。